ご主人はハーレム体質の猫たらしだから仕方ない。お兄ちゃんは僕たちに優しいだけでしょう。猫思いのご主人様だからみんな大好きなんだしね。そうだよね。私だってめいちゃんの親友なんだから。箇所何よ、心配して探しに来たの？ほんと心配性でおせっかいね、箇所は。私、まだ自分を信じられない。みんなが私の歌を褒めてくれたけど、箇所とシナモンがうじうじしてる私の背中を押してくれたけど、でも私まだそこまでの自信が持てない。恥をビビってる。
違う。私は。めいちゃん？シナモン？どうしてあんたが。今のめいちゃん、ダッサいね。え？シナモン？めいちゃんの夢ってそんなもんだったんだ。今のめいちゃん、言い訳ばっかりで、すっごい格好悪いよ。シナモン。違うわよ。私は、私の夢は、めいちゃんの夢は？めいちゃん。ちゃんはそんな猫じゃないでしょ。私はめいちゃんのこと一番近くでずっと見てたから知ってるよ。シナモン。自分を信じて。めいちゃんが見えないところで頑張ってたの、私は知ってるから。猫だとか人だとか、そんなの関係ないよ。めいちゃんならできるよ。絶対にできるから。めいちゃんが自分のことを信じられなくても、誰よりも私が信じてるから。だから、もっと自分のことを信じてほしいよ。シナモン。どうして、そんなこと。ずっと一緒にいるって約束したでしょ。めいちゃんが私のこと親友だって言ってくれたでしょ。だから、私も、めいちゃんが困ってるなら手を引くよ。手を引くだけじゃダメなら背中を押すよ。私は一番近くで、めいちゃんの隣で支えるって約束したんだから。めいちゃんが不安なら、私が一緒に後ろで演奏するから。だから、自分のことを信じて。私も一緒にめいちゃんのこと支えるから。うつむいてる顔なんて、めいちゃんに似合わないよ。シナモン。言ってくれるわね。うん。だって私たちは親友だから。親友は甘やかさないんだよ。そうね。そうだったわ。私、やってみるわ。今はまだ自分も信じられないし怖いけど、でもせっか
く私に頼んでくれた人がいたんだから、私歌ってみたい。だからシナモンも一緒に力を貸してくれる？うん、もちろん。だって私はメイちゃんの親友だもん。メイちゃんの力になれるなら何だってするよ。ありがとう、シナモン。このくらい何でもないよ。親友だもんね。悪いとこ見せちゃったわね。でも二人のおかげでなんか吹っ切れたわ。ありがとう、本当に。ううん、お礼なんて言われることじゃないよ。私だってめいちゃんにも歌唱さんにも励ましてもらっちゃったし、それに私でもめいちゃんの力になれたなら嬉しい。二人ともほんと謙虚ね。ちょっとはかっこいいところ見せなきゃ顔が見せられないわ。私も頑張るから一緒に頑張ろうね、めいちゃん。ええ、期待してるわ。一緒にいいステージにしましょう。もちろん、私すっごい練習するから。めいちゃんにも歌唱さんにも恥をかかせないように。はーい、みんな待ってますしね。あれ、買い出しの途中なんじゃなかったのかしら。わざとらしいわね。じゃあそういうことにしといてあげる。おせっかいなご主人様。ご主人様、めいちゃんがご主人様って言った。しぐれちゃんにも言ったことないのに。ま、一応ね、一応を保護者みたいなもんなわけだし。ブルメイはほんとビビリだかんな。うるさいわね。いいから黙って見てなさいよ。かっこいいとこ見せて、その減らず口叩けなくしてあげるから。へえへ、せいぜい楽しみにしてますよっと。僕すっごく楽しみにしてるからね。メープルお姉ちゃんの歌もシナモンお姉ちゃんのピアノも聴けるの嬉しい。
ショコラもめっちゃ楽しみにしてるよ。チームメイモンのレジェンドはここから始まったのであった。そのユニット名はちょっとシナモンも親友らしくなりましたね。猫の成長は人よりもずっと早いですから。今日から猛練習するわよ。やるからには勝ちに行くわ。分かってるわね、シナモン。別に勝負に行くわけじゃないけどね。でもやるからにはかっこいいとこ見せなくちゃね。言っとくけど、まだ一応営業中だからな。猫パラ。メイプル、シナモン、どんな感じですか？私はいい感じね。もうバッチリ。私はもうちょっと。てか、あれ？あれ？じゃあ、開けますよ。ご開帳。どうかしら。私らしさをイメージして、情熱の赤にしてみたんだけど。いいではないですか。メイプルによく似合ってます。まあ、私だし。やっぱりステージなら、これくらいは着こなさないとね。身内びいきなく本当に似合っていますよ。思わずレンタルじゃなくて、買い上げてしまいたくなります。いいってば、今回は一回きりだしね。もっと定期的にステージに立つようになった時は、ぜひお願いするわ。めいちゃんはさすがだね。私なんか全然合わなくて。似合うとか似合わないじゃないのよ、こういうのは。堂々としなさい、堂々と。ステージの上にはそんな風に隠れるスペースなんてないわよ。堂々とって言われても、似合う似合わないじゃなくて、合う合わないっていうか、それ以前の問題があるっていうかね。何よ、それ以前の問題って。そんな風に恥ずかしがってる方が恥ずかしいのよ。シナモンだって人の顔色伺わないって決めたんでしょ。普段から胸売れしてるんだから、ドレスなんて絶好の機会じゃない。そんな隠れてないで出てきて見せなさいってば。あ、ちょ、めいちゃん。
行儀屋が悪いわね、本当に。こら、カーテン離しなさいよ。メイプル、お店の中ではもうちょっと上品に。てやっ、試着に来てまでわけわかんないプレーとかバカじゃないの？シナモン、その一体それはどういう高度なプレイを？違うよ、こんな時にそんなプレイとかしてないよ。胸がきつすぎて入らなかったの。だからそれ以前の問題って言ったのに。そうならそうってちゃんと言いなさいよ。私が悪いことしてるみたいじゃない。だってだって言う前に姉ちゃんが。何ガミしてんのよ。もっと遠慮しなさいよ、このエロパティシエ。え、独占欲？めいちゃんそれって独占欲？私のおっぱいは自分のものっていう独占欲なんだ。それなら嬉しいな。ちょっと燃えちゃうかも。違うわよ、なんでそういう思考になれるのよ。あんたももっと恥じらいとか持ちなさいよ、バカ。にゃーん、怒っちゃやん。もっとソフトに罵って。嬉しいので、なんかだん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 変な感じに。めいちゃんの独占欲とカショウさんの野獣のような目が。はあだから、外でそういうのはやめてって言ってるでしょ？このド変態猫、恥を知りなさい、恥を。ダメ、そんなメス猫なんて言っちゃダメ。そんな罵り方されたら、シナモン、潤っちゃう。兄様、ドレスも決まったようですし、外へ出て待っていましょうか。いいドレスが見つかってよかったわね。当日着れるのがすっごく楽しみ。ありがとう、しぐれ。お言葉に甘えさせていただくわ。しぐれちゃん、ありがとうね。娘たちの晴れの日ですからね。親心としてこのくらいはさせてもらわないと。最近はいいところを兄様に取られてしまっていますし。
そういうところが兄様はかっこいいのですよね。もう妹心をもてあそぶのですから。ドレスも決まったし、演奏の方も頑張らないとね。そうだね、もっとやる気出てきちゃったし。え？さすがにフォーマルな場所でアニソンはダメですよ。当たり前じゃない。ねえ、シナモン。そうだよね。フォーマルな場でさすがに猫ウィッチーズとかないよね。曲も大事だけど、とりあえず基礎練習よね。そうだね。基礎は大事だからね。兄様、私ちょっとだけ不安になってきました。猫パラ。ショコラもメイちゃんとシナモちゃんのドレス姿見たかったの。シャメないの？シャメ、私も見たい。それは当日までのお楽しみですね。メイプル、シナモン。そうね、すっごい私に似合うやつだから期待してなさい。私も胸のサイズ調整してもらったから。いいな、お姉ちゃんたちはおしゃれが似合って。僕たちはドレスとか着る機会ないもんね。いや、まあその せやな。どうして目が泳いでるの？うるせえな。目を泳がせたい気分だったんだよ。そんなことないですよ、ココナツ。ソレイユ全員分のパーティーへの招待状をいただきましたから、みんなで当日用のドレスを見繕いに行かないとですね。本当？本当にドレス着ていいの？でもその。